一人で悩まずに相談をと、新潟市の中原市長らが JR 新潟駅前で自殺防止を呼びかけました。新潟市は9月を自殺対策推進月間と定めています。中原市長らは新潟駅前でティッシュなどの入った周知グッズを配り、悩みは一人で抱え込まずに相談してほしいと呼びかけました。こういう複雑な社会になりましたので、ぜひ一人で抱え込まずに悩まずにですね、相談に寄せていただきたいというふうに思います。24時間体制で相談ダイヤルが開設されています。番号は 0570-783-025 です。